皆様、カレンゲームラボのカレンです。本年一発目の海外最新スマホゲーム情報をお届けしたいと思います。まだ今年に入って間もなく、さらに中国なんかはこれからさらに旧正月があるので休みが続いちゃうんですよね。情報が少ない中で今回は厳選したタイトル5本紹介したいと思います。結構日本配信に向けて力を入れているタイトルもあるので、ぜひご覧ください。それでは見てまいりましょう。まず一つ目は Unknown Future。 開発は日本でもおなじみの NetEase さんで、日本向けの展開も予定されている新作アプリ。ジャンルは美少女冒険カードゲーム。このタイトルは2019年5月に日本での CBT が行われて以降音沙汰がないのですが、日本のイラストレーターさんや声優を起用しており、かなり日本でのリリースに力を入れていて、開発者さんのインタビューでも日本展開からアジア各国への展開を進めていくとのことです。またリリースから半年から1年後にはアニメ化も検討されているみたいなのですが、制作会社側との調整が難しいみたいで難航しているようです。さすがに CBT から1年以上も経っており、現時点で追加情報がないとなるとちょっとリリースされるか不安になりますよね。で、このゲームのジャンルは美少女冒険カードゲームとのことで、世界観は主人公のエルサはある事件により過去に行くこととなる。この世界では黒潮と呼ばれる災厄が3度訪れたために崩壊するのだが、主人公エルサの能力を利用して歴史の随所に設けられた分岐点に行って冒険し、最終的に黒潮を食い止めるといったのがストーリーの概要。崩壊を阻止するための内容って感じですかね。またバトルシステムはローグライクであることがアピールされていて、バトルを通じてカードを入手したカードからデッキを組んでバトルに挑むといった流れなのですが、特徴的なのは同じステージでも毎回異なる内容となっており、臨機応変にデッキを組む面白さがあるようです。まあスレイザースパイアのような感じなんですかね。何かしらの続報が入ればまた紹介したいと思います。続いて2つ目は中国表記なんて読むかわかんないんですが、英語表記はレゾナンス。開発はクリスタルスタジオさんの作品で、過去に大きな話題作はないようなのですが、今回のタイトルはかなり日本受けしそうな部分を秘めているタイトルかと思います。世界観は近未来 SF なんでしょうかね。ストーリー概要は突如として上空に現れた未知のオブジェクトにより世界に混乱が起こり、またオブジェクトの影響により特定の人がディープスリーパーと呼ばれるモンスターになり果ててしまう。この大変動を乗り越えて主人公は列車を運転し、様々な地域に物資を発送します。この不均衡な世界では様々な性格、アイデンティティ、能力を持った人たちが主人公の仲間となり、大惨事の下で未知のリスクに対処するために協力していくといったお話で、バトルなんですが5人編成によるカードバトルとなっており、バトル画面を見る限りだと場に出ているキャラがカードとして選択できるようになっていて、多分キャラごとにレアリティがあり、それによってウェイトが決まってるような感じなんですかね。かなりテンポがよく進むバトルっぽいので、見ていて飽きない感じがしますよね。カードの動きが速いのでテンポよく見えるだけなんですね。なんかこれだけ見るとせわしなく動いていて面白そうだなといった感じも取れるのですが、カードによる効果や場に捨てる時にカードの選択などあるみたいで、ちょいちょい頭を使いながら攻略していくといった感じなので、バトルで飽きるような感じはしないような印象です。リリース時期は早くても2022年10月頃とのことで、現地の一部メディアでは予想しているようです。まあそれを踏まえると日本展開があるとしたらさらにその先になりそうですよね。続いて3つ目、アンカーパニック。こちらレイアンゲームさんの作品で、こちらの会社さんは過去にいくつかのゲームタイトルを出しており、その中の一つにちょっと馴染みはないのですが、日本でもリリースされた三国武神伝を提供しているみたいです。日本リリースの経験を持っているので、本タイトルにおいても今後状況によっては日本に上陸するかもしれません。このタイトルのジャンルは RPG で、世界観は人類の救済をテーマにした近未来 SF タイトル。
開発者さんのコメントを見ると、今回こういったタイトルを開発するのは初めてのことで、新規性のあるものを作るか、それとも基本に立ってシンプルなものにするかといったさまざまな議論があったようです。その結果、走ることを覚える前に歩くことを覚えるといった考えから、シンプルで誰もが楽しめるものを作ろうといったコンセプトだそうです。なかなかいいこと言いますよね。バトルは3ライン4列で、5名のキャラを配置し、各列ごとに応じてキャラに何かしらの効果がつく、あるいはキャラによって配置ができるところが決まっている可能性があると考えられます。映像を見る限りだと確かにシンプルな感じではあるものの、アクションやカットイン演出などに力を入れている感じはしますよね。またキャラクターデザインをアニメ調に仕上げつつ、これはセルルック3D なのかな、意外とシンプルではあるものの、抑えるべきところは抑えているといった感じです。詳しいストーリーは不明ではありますが、中国市場ではまだまだ人気の SF ものというのが王道で、誰でも楽しめるといった感じなんでしょうかね。それでは次見ていきましょう。続いて4本目、中国表記がちょっと読めません。日本語表記だと、少女前線ニューラルクラド、ついにこのタイトル来ましたね。以前の動画でも少し触れているのですが、このタイトルは日本語名ドールズフロントラインニューラルクラウドとなり、ドルフロの過去にあたるストーリーで、中国ではすでに昨年リリースしたタイトルとなっております。また現在少女前線2、ドルフロ2ですね、こちらも開発中とのことで、以前の動画でも紹介しておりますので、興味のある方はご覧ください。で、このタイトル、ジャンルはローグライクシミュレーションで、ストーリーは指揮官であるプレイヤーはニューラルクラウドプロジェクトの責任者教授から権限を与えられ、自らの意思をクラウドサーバーマグラシアにアップロードし、過去の事故で行方不明になった戦術人形を捜索していく、過去の世界でさらに過去の事件を紐解く物語となっていそうです。まあこれだけ見るとドルフロとは完全に独立した内容と思われるので、ニューラルクラウドから遊び始めても違和感はないかと思います。バトルはシミュレーションで、ステージマスを進めていく踏破型となっていて、基本オートでバトルが進行し、10体のキャラのうち先頭に出せるのは5体までとなっております。残りのメンバーは交代要員となっており、戦闘前に変更できるので結構戦略性があるのかなといった印象です。またスキル発動時はアニメーションによる演出が展開されるなど、見応えもあるのかなと思います。まあしかし 2D の可愛さ表現が本当によくできてますね。こちらも日本リリースに向けて現在調整中とのことです。サービス開始が楽しみです。最後5つ目は王者栄養世界。今回紹介する中では最も開発にお金をかけているタイトルかと思います。そして全く今まで紹介してきたものとちょっとテイストが違うものとなっております。開発は中国の大ボステンセントさんが手掛けている王者栄養をベースとしたオープンワールドアクション RPG となっていて、さらにこのタイトルはクロスプラットフォーム対応で展開されるとのことです。王者栄養を知らない方のために簡単にお伝えすると、王者栄養は中国ではかなりの人気のあるタイトルで、今年で7年目を迎えるタイトル。日本ではアリーナ・オブ・バラー、有名は伝説対決という名前のタイトルで、ジャンルはモバとなっております。日本でリリースされた時は意外と注目もされていて、やったことある人もいるんじゃないんでしょうかね。そんな王者栄養を MMO とし、さらに世界観に中国の SF 作家である3体の原作者さんの短編小説ポエトリークラウドを元に王者栄養世界としてオープンワールド RPG を開発しているとのことです。まず3体って何なんて話なんですけど、これも以前の動画でお伝えしたのですが、中国は数年前から SF 人気が高まっていて、その要因の一つとして3体という SF 小説がきっかけとなっているようです。で、さらにこの3体は全世界でもヒットした作品とのことで、日本では馴染みがないんですが、まあヒットしているそうです。なのでこの原作者さんを起用することで、
それだけ注目も集まり、さらに人気のある王者栄誉をベースとした作品ともなると、テンセントさんも力の入れ方が違ってくるのかなと思います。 PV 見る限りでもクオリティの高さが伺えますよね。そして爽快感もありそうなので楽しそうです。このタイトル現在開発中とのことで、ここ数年以内にはリリースされるのかなと思います。はい、ということでいかがでしたか。今回は日本リリースも視野に入っているタイトルを中心に紹介してまいりましたが、どれもこれも面白そうなタイトルばかりでちょっと気になりますよね。そして中国開発会社が日本でのリリースを視野に入れている一つの要因としては、中国での配信ではテンセントやアップル、グーグルに手数料を支払わなくてはならないのが一つ考えられます。日本だったらテンセントに支払う手数料がなくなるので、その分売り上げが上げられる見込みがあるんですよ。まあ、これだけではないと思うのですが、そういった側面から考えていくと、資本のある中国ゲームメーカーであれば日本での需要を考えて展開するかと考えられます。今後数年後にはもっとクオリティの高いタイトルが黒船来航のごとく続々と入ってくるのではないでしょうか。あるいは日本のゲーム会社が中国のゲーム会社と協業する形で何かしら出すとかなくもないかなと考えながら、今回はこの辺にしたいと思います。それでは皆さん、また次回よろしくお願いします。